中日ユキガイ、若手の原稿にかっこよすぎる異議を唱える。中日の福谷浩司投手が28日、名古屋球場内で契約更改交渉に臨み、今期の2200万円から200万円減の2000万円でサインした。交渉では自身の査定、金額のことよりも若手のモチベーション向上につながる方策はないかを、加藤球団代表と話し合ったという。若い選手がどれだけモチベーション高く契約を終えられるか、具体的に言ったのは、ルーキーの中地、1600万円、1500万円、らがどれくらい活躍したら上がるの、と、に、3年連続で1軍で活躍している選手の上げ幅、どうにかなりませんか、とも。今季の自身の成績が査定ポイント的に、1軍最低年俸1600万円のノルマくらい、と明かした上で、これで1600万円はルーキーでもきつくないですか、と訴えたと明かした。妥当ちゃうか？かっこええやん。優しい。中日は毎度のことでしょ、ルーキーには見え張って最高条件出すけど1年目のオフにいきなり下げて取り戻すの。避難号号やん、チニドラ契約公開。マジでクーデター起きてるやんか。現状維持くらいで済ませろみたいな感じか。以上聞いた時も石川の年俸下がったこと言ってたような福谷の視点からして3年経っても変わらんかったな、お前なんだろうな。フロントは右から左に受け流してそう。自分の成績的に自分が言いやすい立場ではないけど言わないといけない。